モジラファンデーションのプロジェクトの一つ。モジラサンダーバード用の拡張プラグインペネロープとオープンソース版エウドラであるエウドラオセの開発を行っていた。ペネロープはエウドラオセの開発コード名でもある。2006年10月11日、モジラファンデーションとクアルコムはメールソフトエウドラのオープンソース版を共同開発することを発表した。 2006年から2010年にかけて、モジラサンダーバード用拡張プラグインペネロープとエウドラオセをリリースした。現在、開発、サポートは終了している。由来は明確には公表されていないが、公式サイトでは、ウィキペディア英語版のペネロープへのリンクとなっている。ペネロープとエウドラオープンソース版は命名の複雑さのため混乱や誤解が発生することも多い。 ジェフ・ベックリーは以下のように説明している。ペネロープはサンダーバードの拡張プラグインであり、エウドラオープンソース版はサンダーバードに変更を加えた商標化バージョンである。エウドラの機能を実現する中で拡張機能上にしか実装できないものあれば、サンドバードのコードのコア部分に対する変更が必要なものもある。そもそもエウドラオープンソース版の計画は、 モジラ・サンダーバード用の拡張プラグイン、ペネロープの実験から生まれた。拡張プラグイン、ペネロープの目的は、サンダーバード上にエウドラの機能を移植することであった。しかし十分に移植するためには、サンダーバード本体に手を加えなければならないことが判明し、サンダーバードのコア部分に変更を加えたバージョンの開発を検討する。この開発コード名もまた、 ペネロープと呼称していた。ユーザーの間では、エウドラはペネロープに移行すると認知され、発表報道もそのように読めるものであった。そのため、サンダーバード拡張プラングイン、ペネロープの最初のバージョンである、ペネロープエクステンション0 1ァ1 6がリリースされたとき、これがエウドラの光景であるという誤解が広まった。実際には、 サンダーバードベースの新メールソフトはエウドラ 8.0.0b の名でリリースされ、8 0 0 b 9の次のバージョンからは、名称変更されエウドラオセ 1.0rc1 となった。また拡張プラグインペネロープは、エウドラ 8.0.0b シリーズやエウドラオセシリーズに、その一部として付属していると同時に、サンダーバード拡張プラグインとしても提供され、続けていた。 ペネローププロジェクトには、エウドラの限界発者を含む、以下6名のクアルコム社員が、コアメンバーとして参加した。2007年4月16日、最初のリリースとなる、ペネロープエクステンション 0.1α16 をリリース。サンダーバード1.5、0.4以降で動作する。2007年4月16日、ペネロープエクステンション 0.1α19 をリリース。 2007年8月31日、ペネロープエクステンション 0.1α21 をリリース。エウドラ8 0 0 b 1に統合される。2007年12月11日、ペネロープエクステンション 0.1α22 をリリース。サンダーバード3.0に対応。2008年11月4日、ペネロープエクステンション 0.5α1 をリリース。 サンダーバード3.001以降で動作する。2009年1月16日、ペネロープエクステンション 0.5α2 をリリース。2009年4月8日、ペネロープエクステンション 0.5α3 をリリース。2009年9月4日、ペネロープエクステンション 0.5α4 をリリース。2010年1月5日、ペネロープエクステンション 0.5α5 をリリース。 2010年3月4日、ペネロープエクステンション点0ベータ1をリリース。2010年7月2日、ペネロープエクステンション点0 r c 1をリリース。サンダーバード3.04以降で動作する。エウドラ8がエウドラオセと名前を変更し、エウドラオセとペネロープエクステンションのバージョンを揃えた。2010年7月23日、 ペネロープエクステンション1.0 r c のリリース。2010年9月13日、正式版となるペネロープエクステンション1.0をリリース。ありがとうございます。